はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン、緑新人ですね、になります。はい、先日行われました禁止改定ですね、カーンが禁止されましたということで、はい、まあカーン禁止されてね、まあそもそも発見コンボに弱くてっていうので、まあほぼ消えかけてたデッキではあるんですけど、ただちょっと考えてみてほしいんですけど、このデッキの強みって、まあカーンによる柔軟性ももちろんありました、あったんですけど、まあそもそもの強みっていうのが、ニクスを使ったマナを爆発させてめちゃくちゃなカードを展開するっていう動きなんですよ。はい、まあそれって別にカーンがいなくてもできるんですよね。まあカーンがいると無限ループができたりとか、まあサイドボードがね、まだウィッシュしてどうこうみたいな動きはあったんですけど、まあそれがなくなって、まあ柔軟性自体はなくなったんですけど、じゃあ柔軟性がなくなったらですよ、バカみたいにパワーの高いやつ連打してあげればいいんですよね。はい、というわけで、はい、まあ今回は、こういう緑ターンでカーンをなくして、まあその分ガーガロスだったりとかを、まあメインに積み込んで、まあもう肉体で暴力で、もう完全にもう暴力を忘れた緑ターンではありません。カーンみたいにね、小ずるいことをするようなデッキではありません。もう暴力暴力暴力で戦っていきましょう。はい、まあさすがにね、それだけではあれだと思ってるので、まあ今回新規カードとして、まあビビアンですね、まあビビアンだったりとか、あとはクリーチャーとして強い、ジナラシアをメイン採用することによって、まあデッキからねカード展開したりだったりとか、まあジナラシアでの除去、まあ騎兵から落ちても使うことができる除去っていうのがこの辺、採用しっかりしてある形ですね。はい、まあ今回は BO1 で、まあ、収録はしてきてるんですけど、まあ、BO1 よりは BO3 の方がサイドボードしっかり組んでやった方がいいかなって思ってまして、このデッキちゃんとフリータイムみたいなものが存在するので、その辺については所感の方で解説していこうと思います。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープですね。うん、ハイドラノスラノエルから置いてあげて、これはミラーマッチかな、ミラーマッチ臭い気もしますね。ラノエル置いて、母聖樹されないようにしてあげるのが一番楽になると思うんですよ。なので、まあこれは、狼柳、次のターンキオラでこれを起こしながら、イバラの騎兵プラスアルファでいいですかね。うん、結構ブンブンの手札かなと思います。後手ではあるんですけどね。1,2,3,4,5 5マナあるんで、出迎え、これエルフか、いやでもこいつドライアド戦士ですよね。あーニクソス、まあ一旦キオーラ置いて、これこのターンにニクソス置くかどうか考えましょうか。ここの茨の騎兵次第でいいと思います。うん、これはまあ順番はまあどちらでもいいですけど、これは一応ニクソスの方が強い。いや違うわ、ニクソスもう一枚あるんでこっちかですね。はい、まあこれはエルフの神秘化置いてあげましょう。ただちょっと問題があって、これ持ち方がちょっと弱くてですね、この後が何も続いてないんですよね。うん、あんまりゆっくりしすぎると向こうのね、このクイリオンとかが面倒くさい形になると思うんで、できるだけ結構早く動きたいかなと思います。長老ガーガロスとか積もれるとそれはそれで OK ですけどね。うん、まあ、一番嬉しいのは、6マナの収穫祭の襲撃かあたりは結構嬉しい形にはなるとは思うんですけど、これ神話デッキだったりするのかな、緑単神話とかですかね。うん、まあ、イバーの騎兵自体は結構重そうではあるので、メシアンの甲虫なんかパワー4以上がどうこうみたいな神話デッキっぽいんですよね。すごい神話デッキ臭いんですけど、まあ、殴ってきたら殴ってきたでいいですが、まあしゃあない。これは騎兵殴るでいいかな。うん、殴りましょう。騎兵殴ってキオラで起こします。はい、で今んところのサイズに関してはハイダンスがぶっちぎりで高いんで、うん、今はまだ大丈夫かなと思いますね。まあただトランプルはつかないんで、できればクリーチャー絡みが欲しいですけど、1,2,3,4,5,6,7,8、17分の8ですか。まあ比率的にはそんなに悪くないんですけどね。比率的にはそんなに悪くないので文句は言えないかなっていう気はしますが、それでもみたいな感じな雰囲気はありますね。無鉄砲今のところは特に問題ないかなと思います。サイズ的にもね、
格闘してきますか。これはあー強行突破、これは3-5になって1-2-3-4-2から1.6-7-8、ハイダンスが7ぐらいにしかなんないかな。7になれば十分か。うん、これはガーガロスをトップに仕込みましょう。うん、ほい。まあクイリオン殴れるかってやつはちょっと厳しそうな気もするんで、まあ、両方とも殴ってきたら殴ってきたで問題はないんですけど、うん、買おうかな。クイリオンはちょっと邪魔なんで早めにしばきたいかなって気はしますね。これ以上サイズでかくなられちゃうとちょっとめんどくさいので、あっち X7 以上にはしたい。はい、 X7 これでいけますよね。うん、あー、まあ一応これで OK ですけど、自動支払いのあれがちょっと微妙におかしかった気がしますが、まあまあいいでしょう。まあガーガロス置いてドローしてで問題はないので、まあ、クイリオンのサイズ自体は無鉄砲のサイズも合わさってたんで結構少ないんですよね現状。これは1-2-3、まあミフスも起動しますか。はい、ガーガロス置いてギャレンブリグからの方が良かったかな。まあ、とりあえずドローします。お、いいですね。これはニクソスは起こしてフォルクラノス置いてひっくり返すまで行っちゃいますか。うん、ひっくり返すまで行こうと思ったんですけど茨の騎兵が引けたんで茨の騎兵で入ります。じゃあひっくり返せますね。うん、まあ、やっぱりミドタンはこういうねすごい動きがあるんで、まあ、まだまだ強いかなっていう印象はありますね。ひっくり返しましょう。ほい、これでエンドで大丈夫だと思います。収穫祭の収益から持ってこれるカードも結構強めではありますし、まあ、次のターンポルポルもう一体置いてどうこうとかもできますしね。うん、結構いい形になってるかなと思います。で向こうはなんか緑炭新人というか緑炭の多分神話っぽい感じはするんで、うん、緑神話みたいな形だと思うので、まあそれだけだったら特に問題はないかなっていう印象はありますかね。ネシアンの光柱とかも別に怖くはないですし、うん、で今んとこマナの量とかもすごい差ありますからね。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手番ですけどハンド自体はキープですかね。とんでもない手札ですけどね。うん、神秘からのエルキオーラー、まあそこら辺から動いてあげてガーガロスからなんか途中で土地が積もれればなぐらいですね。青黒、今の環境の青黒は基本的にはまあリミアフェニックスダークフェニックスあたりだとは思うんですけど、コントロールも一応ありえるので、いやこれ一旦ラノエルラノエルでいきますか。うん、ラノエルラノエルからいきましょう。キオーラカウンターされたくないんでこっちから行きます。ニクソス、まあ殴っても変わらんか。そうですね、変わらないですね。一応今の環境だと少なめではあるんですが、あいつローグか、リミアローグみたいなやつがあったらちょっとめんどくさかったんですけど、これガーガルスは一発消されますね。いやこれガーガラスから入ってあげていいかな。スレイトオブハンド、一応キオーラからじゃなくてガーガロスから入るメリットもあったりはするんで、でこの対面はスペルピアスは飛んでこないんで、うん、スペルピアスは飛んでこないのでそこら辺は結構いい形にできるかなと思ったんですけど、岩の騎兵が飛んできましたね。なら騎兵から入ります。はい、まあ森を置いて、相手目線ってこれ絶対処理しなきゃいけなくって、うん、処理しないと到達持ちが厳しいんですよね。なんで相手はしっかり処理してくれると思います。でここに6マナ以上あるんで収穫祭の刺激トップに積んだら2回打てるんですよね。うん、なんでまあこのままゲームしてあげましょう。
で何もしないのであれば、ガーガロスから急にね、ガーガロス2体展開とかからできるはずなので、1、2、6、うん、いけますね。盤面のクリーチャーが死んでないならガーガロス2体展開いけますし、これが死ぬのであれば収穫祭の刺激をトップに詰めるんで、うん、特に問題なく動けるかなって思います。スペルピアスとかはないはずですからね、メインボードには。入れてるリストもまあなくはないんですけど、少なめだと思いますしね。うん、これはクルーズですね。こっちが引けてないのかな。で対シェオルとかも後々地ならしゃとかで貫通すればいいだけなので、こっちの方も大丈夫かなと思います。まあ、一旦収穫祭の刺激打ってあげましょう。ガーガロスとトロールでいいかな、これは。うん、マナワイもういっぱいありますからね。で、神秘カー殴っていいです。次のターン、ガーガロスか地ならしゃ出して殴るかは相手の動き次第かなと思います。シェオルとかが飛んでくるのであれば地ならしゃで十分ですからね。うん、アークライトフェニックス、この辺もトランプルがあるから大丈夫だとは思います。うん、向こうから、まあ、一応除去でガーガロス落とすこと自体は可能かな。もう一枚のさっきの苦々しい勝利があれば一応ガーガロス前処理はできますけど、うん、これはフェニックス出るね。フェニックス出てもこっち怖くないんで、てか殴ってくるなら勝ってますね。まあ、ジラシャ突っ走って感じですね。はい、まあ、一応フェニックス落として、12、14点ですね。はい、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、キープではありそうですね。ちょっとテンポ遅そうな気はしますけど、うん、一旦キープしてあげますか。1、3で動くこと自体はちょっと厳しそうですが、まあただ、ニクソスがあってラノイルがある手札なんで、キープしたいはしたいかな。うん、あとはまあしっかりとね、その他もろもろ積もれれば OK かなと思いますけど、いいところ引きましたね。狼柳、これはいいところ引きましたよ。ただ相手がロークスワイン城ですね。ラクドスミットかな。はい、ラクドスはまあ早めにいろんなカードを出したいとこではあるんですけど、これキオーラ早出しエンドが一番強いか。そうですね、キオーラ早出しエンドが多分一番強いですね。キオーラ、ラノエルが知らないならロージュリンのトロールまでいけますね。1、2で4マナ、あー、土地もう1枚積もったらガーガロスまでいける可能性ありますね。うん、あ、まあガーガロスかビビアンかな。ラクドスミットってプレインズウォーカーの処理っていうのが、まあ一応できはするんですけど、少ないはずなんですよね。うん、少ないはずなので、まあそこら辺加味してあげるといけるのかなって気はします。クリーチャーがすぐに死んじゃう可能性はあるんですけどね。キオーラ大変なことになりましたね。まあでもこれは一旦これだけでいいと思います。うん、トロール出るまではキオーラ出す動く必要ないですね。うん、トロール動かして、まあガーガロス前出すかどうかみたいな感じにはなりそうですけど、あー、これはトロール、ワンドロー、起こして4マナ5マナ、いやこれはガーガロス前出します。相手に除去を吐かしたいんで、いやガーガロスかビビアンかな。うん、ビビアンにしましょう。毎ターントークン出すの結構大事だと思うので、ビビアン出して、これは飛んでくる相手はいないと思いますけど、一応警戒にしときますか。一応ね。あ、ちなみにシェオル殴ってきたらダブルブロックしますよ。私は何のためもなく兄弟仲の終焉とかも一発耐えてはいますからね。うん、嫌なのはこっちなんですよね。まあ、これはトロール、まあ、一応トロールが戻ってきて3、まあ、ブロックできないですね。ガーガロスからでいいかな。キオーラ、ハイドラノス、キオーラ出して4マナ、これはライフがどうこうは多分もう言ってられないので、2マナ3マナ、キオーラ起こして
ガーガロス、1点はもう2点はシャーラインで食らいます。うん、殴りましょう。地ならし山で置かなきゃいけないので絶望将来がもう1枚ないことのお祈りですね。まあさっき一応3枚持ってって相手ドローはしてないので、うん、もう1枚絶望将来っていうのはちょっと少なめかなとは思うんですけど、うん、なんでまあこれは地ならし山さえ出せれば、まあ、この後は特に問題なく動けるかなって気はします。ガーガロ自体めちゃくちゃ強いですからね。あ、地ならしは死んでも大丈夫です。はい、まあシオルでもう2点入る形になっちゃうんですけど死んでも大丈夫ですね。ドロー、うん、まあこれはまあ土地置いて、おい、地ならしや、まあこのワンドローは強制で入っちゃうのが痛いとこではありますけどね。うん、でこれはフルパンしてあげましょう。フルパンしてあげて、ライフゲインですね。これは3点ゲインとそこにいるシオルドレッドをしばいて、キオーラでここを起こすとトロールも置けるんで、おー、がっつり受けましたね相手。まあ起こしてトロール、ここのワンドローがあって、これもう1枚はシオルなんじゃないかな。うん、そんな感じな気がしますね。出せなかった、絶望将来ではないこと確定なんですよ。でここで一応絶望将来飛んできてもなんとかなるんで、うん、まああのこのビーズトークンとキオーラとこのねロージュリンのトロールってやってあげると、まあ、トランプルが残る形にはできるので、最後つ残り5点飛ばないと思います。これは勝ってますね。うん、グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあ暴力みたいな展開いっぱいできるかなってイメージがあります。でそれとやっぱりですね、このデッキってイゼフェインとかには強いんですよ。まあ今回あのポルクラノスの最短の枚数を増やしてるとかもあったりとかして到達持ちがすごい多いんですよね。はい、っていうので実はそもそもがイゼフェインとかに強くて、まあ環境的には多い、まあディミアフェニックス、ダークフェニックスとかに対してはまあ除去を与えたりとかするんですけど、まあイバーの騎兵とかってね除去を当てられても大丈夫なカードではありますし、まあそもそも除去を当てないとそもそも展開できないっていうのもあって、しかも、除去もね2マナのカードもあったりとかして、まあどうしてもあの1ターンに2体破壊っていうのが難しいデッキなんですよね、イゼフェニとかダークフェニックスって。でまあそこに対してこっちがね早いタイミングから到達持ち2体3体展開してあげるだけでゲームに勝てたりする、かつビビアンからも到達持ちのトークンが出ますよっていうのもあったりとかして、その辺を含めてもね結構環境的な立ち位置自体はいいのかなっていう印象はあります。はい、まああのカーンがなくなかったことによる、まあ、柔軟性の低下っていうのはもちろんしっかりと出てはいるんですけど、ただやっぱりこういうねあの中コストのカード、中コストで強いカードを展開するっていう動き自体はこのカードめちゃくちゃ、このデッキがめちゃくちゃ強いのかなって思いました。はい、ただやっぱり弱点らしい弱点はありまして、それがどうしても探検コンボの方ですね、アマリアコンボって言われる可能性もあるんですけど、探検コンボに対してガン振りがついちゃうんですよ。はい、まあ一応ね、一応相手のメインで爆発されて、アマリアが殴ってこれない状態なのであればなんとかなるんですよ。そっからチャンプブロッカーを展開しておけば死にはしませんからね。なんでその辺でなんとかなりはするんですけど、問題は相手のインスタントですね。インスタントがアマリアが揃った場合、ないしはこっちのエンドにアマリアが揃った場合に絶対に勝てないんですよね。はい、そして今までカーンガになっていた、まあ、柔軟性の面においてはまあアブサンパルヘリアに対してはね到達持ちいくらでもあるんで耐えるんですけど、アゾリウスコントロールの方ですね、はい、より全体的に弱くなったなっていう印象はありますかね。うん、まあまだまだ強いため全体初期には弱いっていうのは変わりはないのかなっていう印象です。はい、ただアゾコンもね今あのアマリアコンボに対してちょっと不利がついちゃう、まあ不利がつくとはいえなんとか戦えるんですけどね、ちょっと不利目がついちゃう形なのと、パイオニアの方ですね、パイオニアの方は密輸入の回転予備通称コプターがいることによってアゾコンの、ね、まあ使用頻度っていうのは減ってるんですよ。なんで全体初期自体が通りづらいっていう環境に、まああんまりないっていう環境においてこのデッキめちゃくちゃ強いんで、はい、その辺含めても、まあ、環境的にいいはいいんですけど悪いは悪いみたいなそんな感じになるかなと思います。はい、で、まあ、やっぱりあのボロソヒレイクとかには弱いところがあったりとか、まあ、そのアマリアコンボに弱い部分があるんで BO1 向けではないかなと思うんですけど、しっかり調整すれば BO3 でしっかり戦えるデッキになると思いますし、まだまだ遊びがいのあるデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで
本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは。